総友忠は、東京生まれのバイオリニストである。6歳からバイオリンをはじめ、住三郎に支持した。1956年、第10回全日本学生音楽コンクール全国、大会中学生の部で、第1位を受賞。1959年、東方女子高等学校に進む。高校1年生の時、第28回日本音楽コンクールで、第1位特賞を受賞した。 高校3年生の1963年、ジュネーブ国際コンクールに出場し、第1位なしの第2位を受賞した。1964年、パリ音楽院に留学し、ルネ・ベネディキに支持。同年、パガニーニ国際コンクールに出場し、第4位を受賞した。同音楽院を主席で卒業後、ヨゼフ・シゲティに支持し、その助手も務めた。1967年、 ロンティボー国際コンクールで第5位を受賞。ロンドンを本拠地として活動している。また、斉藤記念オーケストラ、ミ戸室内管弦音楽団のコンサートマスターも務める。英国王立音楽院教授、東京音楽大学教授、大阪音楽大学教授を務めている。この回の他の特賞受賞者は、ピアノ部門1位の中村博子とバイオリン部門2位の前橋恵子である。 ありがとうございます。